証券コード9656グリーンランドリゾート。今日はこちらの紹介をします。証券コード9656グリーンランドリゾートは、九州を中心に遊園地、ホテル、ゴルフ場を運営している会社です。熊本県にあるグリーンランドリゾートは一大リゾートエリアとなっています。また九州だけでなく北海道でも遊園地やホテル、スキー場などを展開したり、賃貸などの不動産活用を積極的に行ったりしています。株主優待は遊園地無料入園券2枚がもらえます。優待は年2回もらえます。その他ですね、この銘柄優待がたくさんありまして、遊戯具利用引換券、VIP フリーパス、グリーンランドリゾートゴルフコース場無料プレイ券、ホテルなどの無料宿泊券、3000円相当の北海道または九州の地域特産品がもらえます。ただしですね、この今読み上げたもの、株数によってですね、かなり細かく分けられています。で、結構な株数を持ってないとですね、これらもらえないんですね。実はそこがちょっと難点なんです。で、100株からもらえるのは先ほどお伝えしたグリーンランド遊園地無料入場券になります。権利確定日は6月と12月、年2回です。気になる現在の株価はこちらです。6月の権利確定日に異常なまでの伸びを見せてますよね。ここから回復するかと思いきや一気に急落するんです。このね、思わせぶりな感じがいいですよね。他の銘柄同様、このバブル相場で株価もね、今上昇中なんですが、非常にね、緩やかではあると思います。そろそろね、この辺りでいつも通りサプライズがあればいいななんて個人的に思っています。では早速開けてみたいと思います。中にはもう何も入っていません。中には 1,2,3,4 4つの書類が入っていました。まずはこちら、第42回定時株主総会招集ご通知です。そしてこちらが、じゃん、いつも通り議決権行使書ですね。今回はここを見ると議案は1個だけなんですかね。そしてこちら、おなじみの保護シートですね。議決権行使書を記入した後、ここにペタッと貼ってポストに投函します。最後にこちらですね、可愛いですね、グリーンランド遊園地の入場券になります。さっきお伝えした通り2枚入ってます。このね、株価で遊園地2回無料になるっていうのは結構いいと思うんですけどね。だから熊本住んでる方、これ買えばいいのにと僕は思うんですけどね。まあ場所にもよるのかな。ちょっと遠かったらね、車、ガソリン代、まあ、駐車場代は無料かな。そういうの考えると買わないのかな。僕だったら絶対買ってんだけどな。あ、そうそう、議案ですね。議案先に見ないと。議案は、あ、ありました、こちらご覧ください。議案はですね、取締役9名選任の件なので、まあ、人事に関することはいつも僕言ってる通りお任せしますので、これは賛成で出しちゃいます。僕はですね、九州出身なんです。熊本には10回くらい行ったことありますね。思い出がたくさん詰まってます。初のですね、全国中学駅伝大会が開催されました。僕はその時に熊本城にいました。第1回全国中学駅伝大会が開催された年、僕はですね、補欠で出場はしていないんですが、なぜかはっきり覚えています。小川中というですね、熊本県の学校が全国で1位でした。2位がですね、兵庫県だったような気がします。コース自体が熊本城なんですよ。1人3キロで5名でタスキをつなぐ感じでしたかね。すいません、ついですね、思い出話になってしまいました。ぜひね、また熊本に行きたいです。というか将来的にはですね、桐谷さんばりにこの優待券を使うためにわざわざ現地に向かうくらいになりたいですね。以上、今日も超ハッピーなカズでした。 See you!